第18回武井照彦天チャンネル、見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、またちょっとライブに出演しました。まあネタライブではなく、トークライブというか企画ライブでございまして、まあ今回はどういう企画かと言いますと、テーマがありまして、まあ自分が落ち込んだこと、傷ついたこと、そういったエピソードを言って、そして周りの芸人がそれに対して肯定してあげたりとか、アドバイスしてあげたり、どれだけカウンセリングができるかというカウンセリング力を試す、トークライブ、出演してきました。見てください、どうぞ。いないと思うよ、そんなベテランの外出されるやつないですよ。昨日財布と思って拾ったら黒の靴下でした。調整できるかと。でも全員カウンセリング受ける方や。いや俺ですか。お前ちょっとおかしいな。カウンセリング対象じゃないでしょ。それも違いますよ、俺が運で間違うたもん。めちゃめちゃ大変。いや、あってんすよ、あってんすよ、こういうやつなんですよ。渋谷から109行こう。いや、しかしもう道案内できないですよ、だから。できない。はい。カウンセリングと介護も受けるもん。それは言い過ぎですよ。やめなさい。介護じゃないですか、もう。さあ、そのやっぱり決めていかんと、お互い自分の力量を相手に求めるのは、だって同じ力量やったら思んないよ。はい、そうですね。確かに。うん。コートオツやから。はい。コートオツ。うん。はい。なんか効率的な感じしますか。コートオツ。借用書的な感じ。だからその民事法ちゃうわ。いやいやいや。どうなる。そうだ。あ、ほんまよ。いや。僕もそう見えてきました。師匠バイトしてんのかい。師匠のバイトについて悲しいわ。どんな弟子だよ。はい、ということでね、ちょっとわかりにくい内容でございましたが、まあみんなね、それぞれ自分の、悩んでることとかそういうの持ち込んできて、ね、周りがね、まあアドバイスしたりとか、してるわけなんですけど、まあね、まあ僕自身ね、ちょっとなかなかこれは、皆さんがちゃんと企画を分かってやってるのかなっていう、それは何かって言ったら、普通に悩み事言ったらいいんですよ。ほんで、それに対して、どうアドバイスしてほしいかっていう、ちゃんと定義を着地点を作ってから持ってこないといけないんですよ。例えば、わかりやすく言えば、まあ僕自身は今回のこのライブに対して、まあ一番大先輩でもあるからっていう MC の、まあ、配慮かもわからないんですけど、配慮かどうかよくわからないんですけど、まあ僕自身は、武井さんは何かっていう部分はなかったので、ほんで僕もあえて自分から大体こういう企画でトップに僕から言うてやってるんですけど、今回あえて僕自身もやらなかったんですよ。っていうのは何かって言ったら、逆に、僕はアドバイスする側、で、ちょっと徹してみようと思って、こう行こうと思ったけど、すごく皆さんが持ってくることが、ちょっと着地点がちゃんとしてないんですよね。まあ、例えば、コンビでやってて、解散してしまって、まあ、僕が書いたネタを、相方は、なんか、M1 用じゃない、みたいなことを言われるんや。っていうことは、まあそれはよくわかるんやけど、そっから何に対して傷ついたの、何に対して今悩んでるの、何を解決したいのっていうことをちゃんと定義をしとかんと、わちゃわちゃっとおちゃらけで終わってしまうのよね。だからこっちがまともに、アドバイスしていったことが、一番これって最後には、おお、すごく、真摯になって、それを考えてるな、とか、それに対して答えようとしてるな。いや、それは違うん違うかっていう笑いに変えたりする。すごくそれがね、舵が取りやすい方向に持っていくのに、ちゃんと定義ができてないから、なんか目先の笑いで、ちゃかちゃかなってしまうから、僕自身がもう、
どういうポジションに徹したかって言ったら、その、横でこう、ちゃちゃ入れる役割に徹したんですよ。非常にこれは怪我するなと思ったから、まあ一人女の子はね、なんか、私ちょっと浮気よくされるんですよって、三人から、彼氏に彼女が三人いてて、私三番目なんですよ。すごくわかりやすい。わかりやすい。でもね、そこの中で、ちゃんと話を最後まで持っていってあげる。で、何に対して悩んでるの？そんな彼でも私は好きになってしまうんです。どうしたらいいでしょうとか、なんかちゃんとそこまで舵を取ってあげないと、途中で、なんかわけわからん話になってしまうのよ。うん。だから、そこが非常にこういう定義っていうのは難しいところでもあるし、簡単なところで、何かって言ったら、普通に悩んでることを普通にちゃんとここを解決したいで、ここはどう思うっていうところを持ってきたらいいの。もう一番もう若手とかで扱いやすい、俺が一応持ってきた定義は何かって言ったら、 R1 で2回戦で10年間ずっと落ち続けてるんやけど、もう悔しくてしゃあない。どうしたらいいでしょうかって。すごくこれ分かりやすいやん。おう。じゃあそのネタちょっとやってみーな。で、そこでわちゃわちゃ言えるし、こここうやった方がいいんちゃう？こうやった方が、僕はそう立った時にって、そういう気持ちでとか言って、すごくこう、定義がはっきりしてるから、そこがこう広げていきやすいのよ。おお、だから、よくね、編集でテレビって、何やらカチャカチャ、うん、ワン、カチャカチャカチャ、うん、ワンって盛り上がってるところの中で、そこで点と点を結んで、ちゃんとトークの中でこっちは振りがあって、落ちがあってって、編集してるところを、流してるのを見てるから、編集し、点のところだけやってるのよ、舞台の上で。舞台っていうのは流れを、ちゃんとみんなが呼んでいって一個のところに到達していくところをやっていくことが、うん、これは、うん、MC の力でもあるんですけどね。別に MC が力がないとかそういうわけじゃないんやけど、MC 自身がある程度のこうストーリーを上げていって、なんか一個一個なんかちゃんとわかりやすくしていかないと、うん、その中の一つで何のことやねんお前っていうのがまだこれが生きるんですよ。非常に、そういうところでは、うん、ちょっと、ああ、俺の立場ではどうしたらいいんやろなとか思うんですよ。ほんで、逆にね、周りはみんなどう思ってるんやろ、俺がこう出てることでっていうのをね、わ、もうやりにくいわとか思ってるんか、なんなんやろな、難しい。もっとこう、俺はどんどんこう、いじってきてほしいというか、そういう気持ちではあるんやけどね。俺が逆の立場やったら、こういう大先輩が行ったら、思いっきり戦いに挑みますけどね。ただね、このいじり方でもね、分かってない子たちは、ただのそれは、注意であったり、それ嫌味であったり、失礼に終わってしまうこと、いじるっていうのは、すごく愛情を持ってやらんと、これは成立しないからね。だから、もうじじいは黙っとけとかいうところにも、ただ本当に黙っとけって言うんじゃなしに、そこに、もう一回何かを喋らして殺すために黙っとけっていうやり方のトスの上げ方とかがあるんですよ。だから、そういう部分の中で言ったら、まあちょっと、なかなかね、みんな本当に、その編集点だけをテレビで見さされてる、そこの部分になんか変に憧れて、そこだけをやってるみたいな感じがあるね。お客さんが一番僕お客さんの表情を見てたら、ん？っていう、なんかこう、そういう首をかしげてる部分がある。一体これは何が言いたいのっていう、わちゃわちゃっと終わってるだけに済ましてしまうっていうのは、企画としては良くないん違うかなと思いますね。まあ、そうやけどね、なんなんやろね。まあ俺もこれ出てくれませんかってわざわざ言っていただいて出てるんやけど、なんか
協力できてるんかなっていう部分もあったりするんですよ。すごく立ち位置がね、難しいんですよ。もうなんかそういう空気感も流れてるところも大先輩やし、シャシャリ出てくんな、横でずっと聞いとってくれみたいな感じも出てきた。じゃあなんで俺ここに来てんねんみたいな、なんかそこの取り扱いもちゃんと説明書を作っとかなあかんのちゃうかなっていうのが、今回ちょっと出てみて思いましたね。かといって俺が、いやお前これでこうでって、いや、これは MC の方がこうだとかいうのは、そんな立場でもないし、誰が言うとんねんっていう話でもなるし、そこは、なかなか、そこに一緒にやらせていただいて、わっとこう、みんなで騒がしていただいてるだけでもありがたいなと思うし、刺激にもなるし、ただ、変な、刀を持った者同士が、切りつけ合いしたら、妙なところで怪我していく、チャンバラになってしまうんで、やっぱプロの、ちゃんとした、切れ味のいい、刀を、お互いが傷をつけない、お互いが本当に歯を、と歯を合わしてるようで合わしてないところの、見せ方のやり方っていうのを、まあ、僕自身が、正直でそういう土俵でやってきたから、まあテレビという中で。んで、そこの中で今そういうところでこうやってる中で、俺が売れてたりとか、なんかどないのこうライブでもすごく上の方にいててみたいなところやったら、なんかそういう自分の家事でこうっていうのはできるけど、今そんな立場でもないし、お前誰やねんみたいな感じやから、なんか立ち位置が非常に、難しいなって。だから、なんで俺こういうこと喋ってるかって言ったら、まあそういう若手たちに対してもそうやけど、俺ら同世代の芸歴踏んできた人って、本当にそういうところで若手たちと絡んだ時に出方に悩んでるんやと思う。本当に。ほんで、いやいや、俺は大先輩やからって横にファンと座って、スンとこうおとなしい、いやいやもう、そうっていうのは、これは何にもかっこいいことじゃないよ。だって売れてないんやもん。戦え。と言って、何をわけわからんところでこっちを潰してしまうようなわっという生き方も良くない。だから、すごく出方で悩んでるんやと思う。俺ら世代。芸歴も。だから、でも、俺は、ちゃんと、引っ込まずに、やっぱり前に出な、あかんと思う。そこの部分で挑んでいかんと、そうやな。それと、下の人の若い人が、そういう俺たちを、いじるうまいやつっていうのを出てきてほしいね。ビッグマウスやけど、俺うまかったよ。師匠とか、おちょくらしたらもう、本当に、うまかったけどね。だからそういうごっつ上の人と絡む舞台もあるわけでもなし、同世代だけでっていうのもないから、まあそういう下の子とこうやったりする、同じ土俵でやってるところに、なんかこうストレスを感じたりする。でも、こういう場所から逃げたらあかんし、こうやって声かけてくれるのはありがたいなと思って、挑んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。俺ら同世代、同芸歴芸人たち、頑張ろうぜ！チャンネル登録よろしくお願いします。